まあ、こういうご縁をいただくっていうことをいただいて、はい、本当になんかちょっと夢のようだなと思って、はい、でインスタを拝見させていただいて、私も看護師とか仕事は持ってますけど、そうですよね、自分が何ができるんだろうと思って、今お料理の方も携わってるんですけど、はい、また逆にね勇気をいただいて、なんかチャレンジってこういうことなんだなっていうのを本当に田村さんからなんか伺って、でまた今日ご縁をいただいた方たちがもう皆さん素敵 で、 でそのウェルカム状態の両手広げてくださってたのがすごく嬉しくて、で会長さんのお話もすごく楽しくて、はい、だからなんか自分でアッパーを決めないで、なんかいろんなことチャレンジしていくっていうことに、また今日改めていい日を迎えられたなと思っております。ありがとうございます。ぜひ茅ヶ崎の方にもね遊びにお越しください、はい、こちらこそありがとうございます、はい、ありがとうございました。